三遊亭遊ぶ朝は落語家の名跡。三遊亭の城文、高崎線東大友長は古今東西落語家時点では5代目とされているが、その他4代目や3代目と記載されているものもある。夕朝で真打になった人物は東大を含めて過去3人いるが、その他にも友長を名乗った人物の存在が確認されており、誰が何代目であるかなどを定義するのは難しい。 以下台数をつけずに、過去友長を名乗った人物を列記する。三遊亭遊部長大正2年8月2日は、主に明治後期に活躍した落語家。通称、お茶犬の友長。前身は、書生の俳優。明治20年代はじめ二代目小三門家で小金を名乗り、明治20年代後半に四代目立花や、縁、教門家で教すずめとなる。 1899年頃に花園隆氏に改名した後、1901年頃に初代三遊亭金馬門下に移って窓かタスクに改名。1907年頃に友朝となり、1910年2月に新内昇進し、1912年6月に夕朝に改名した。音曲の腕が良く、また仲間のモノマネを売りにしていたという。 お茶券の由来は、茶道を好んでいたからとも、チャラチャラしていたからとも言われる。三遊亭遊ぶ朝は、千葉県生まれの落語家。本名は、篠崎国夫。落語芸術協会所属。出林は、下田氏三番荘。千葉県立桜第二高等学校卒業。結婚プランナーとしても活動している。講座よりも旅のイベント企画などが中心であった。 長らく寄せ出演をしていないが笑いに関する講演会などで近年でも活動している。2020年の時点で落語芸術協会会友扱いとなっている。謎かけ傑作集読売年間2016年版 P545 日本の文化を考える会活動案内2004年4月。 yuraginokai.blog20.fc2.com 2020年6月24日閲覧広報新徳2014年12月号22ページありがとうございます